ルーちゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、静岡県の浜名湖で深瀬釣りを楽しんできました。私の深瀬釣りは針と糸と餌の重みだけの仕掛けになっております。延べ竿で道糸を2号、ナイロンの2号ですね。で、あのショックアブソーバー付きのサルカン、樹脂製のサルカンなんですけども、そちらを返しまして、針数は 1.2 号のフロロカーボンを2メートルぐらいですね、つけて使っております。針は、オキアミチヌ針ですね。で、針の色はですね、ピンク色になります。オキアミカラーということで、まあ、カモフラージュにもなるということで、まあ、使っておりますが、何匹かかけますと、そのピンク色に塗った塗料がですね、剥がれますので、まあ、剥がれたら、まあ、交換という形で、まあ、使っております。今回はですね、クロダイにキビレにヘダイにスズキですね、セイゴと呼ばれるですね、ちょっと小さめのスズキですね、そちらと、あとウグイが25センチぐらいですかね、のウグイが1匹釣れて、まだいろいろ釣れましたので、あの動画にさせていただきました。やっぱりですね、あの延べ竿でやってるもんですから、あまり大きなものがですねかかりますと、竿自体が持ってかれたり、あと、まあ、糸が切れたりしますね。もう明らかにですね、あのヘダイの引きが一番、その大きさの割にはですね、あの引きが強いということで、なかなか引きが楽しめました。まあ、あの生後とかウグイはですね、ちょっとあのまああのなんていうんですかね、まあ、スリムな形体型をしておりますので、まあ、引きはですねそれほどでもないんですが、クロダイですとか、まあ、ヘダイですね、体高の高いヘダイやなんかはすごく水の抵抗があるのか、あの結構引きが楽しめて、なかなか面白い釣りですので、皆さんもですね、よかったら、まあ、お試しになられてはと思います。生後もですね、結構ルアーであの釣ること多いんですけども、まあ、餌でもですね、こうやってボコボコかかってきますので、なかなか楽しめます。生後はですね、エラのところにトゲが結構あり、トゲって言いますかね、鋭いなんか刃物みたいになってますので、相当気をつけないと、あの怪我してしまいますので、取り扱いには注意ですね。15センチぐらいですかね、ざっと。クロダイキビレはですね、だいたいアベレージで12、3センチぐらいが一番多いですかね。まあ、そんなこんなでですね、朝一でちょっと釣りをして楽しんできました。まあ、基本のどかな場所っていうかエリアですので、本当にまったりとしたですね、あの釣りになりました。これはウグイさんですね。今回はこの辺りで
失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。また動画を見てください。それでは失礼いたします。